ビバホーム。やってないでしょ。でもビバホームちょっと遠いのが分からないんだ。8時でしょ。ビバホームは長津だな。9時までだけど。江南タワテン。江南にもあるね。21時までって。じゃあ江南行くか。江南、ここは近いのかな。あそこでしょ、橋本さんのところでしょ。橋本、八王子。うん、橋本って。あそこ左曲がれんけど。タワテン、9分乗ってここから。あ、まあ、そこ左のところだと思う。まあ、これで9分はつかないと思う。あの信号出て左でしょ。右。右？あ、じゃあ分かんない。教えて。小山長池トンネル南。400m 先右。行き過ぎて腹立ってくる。ここ。あ、分かんない。まあ、こういうとこ。こっちの方にある。なんか9分っていうからそれを信じて。右ってこと？どこ？200m 先だから。ガットのところ右か。あー、もう1個先だよね。うん、あそこ。じゃあバーミヤンのところを曲がるってことだよね、これ。え、ここ？え、バーミヤン。え、じゃあここ右じゃん。え、バーミヤンそこにあったっけ。うん、ここ右じゃないの。もう1個先じゃないの。もう1個先の信号じゃないの。あー、この信号だってすぐそこでしょ。うん、もう一歩先じゃないの。ああ、そうだね。あ、やっぱいいんだ。南大沢アウトレットのアウトレット走する人いそうだよね、これ右折で。ね、うん、あのバーの奥でしょ、曲がるとこ。そこ間違える人いるだろうね、絶対。ここ、この右折で、ね、対向車いなかったら絶対間違える人いそう。
その後ふぅ、ふぅふぅカニ、